GH5 では GH シリーズとして初めてボディ内手ブレを導入いたしました。それに加えて今までレンズで手ブレ補正をしておりましたので、ボディ内手ブレとレンズの手ブレを合わせたデュアル IS2 というものでどれだけの効果があるかというのを実際ご覧いただきたいというふうに思います。こちら振動台を使って手ブレを模擬的に表現をしております。この2つの画面は両方とも手ブレ補正が全くやっていないという状況になります。では手ブレ補正をオンにします。はい、こちらが手ブレ補正をオンした状況になりますけれども、左側と比べて非常に効果があるということが理解していただけるというふうに思います。パナソニック。